センターの解題ですけれども、見てみましょうか。次がね、意外と押さえておくといいのが Morning Attitude Towards で、まず Toward については S ついてもつかなくてもどちらでもいいです。これイギリス英語かアメリカ英語かどっちかです。アメリカ英語が Toward でイギリス英語は Towards なだけなので大したことはないです。で、受験で押さえておくといいのは Attitude っていうこの態度であったりとか、あとはまあ考え方っていう名詞なんだけれども、前置詞 toward なんですよ。これはあります、前置詞選べっていうので。でいろいろそうやってあるんですけれども、まあ私もね出る範囲での答えになるので、もう一個よくあるんが書いておきますと、こっちにしておきましょうか。これだわ、トレンドだわ、トレンドトゥワードもよくあります。だから皆さんはね、まあもう少ししたら分かるんだけど、前置詞を選ぶ必要があったりする時があるからトレンドトゥワードっていう形でニョロニョロへの傾向ね。だからここをトゥーにできない、トゥーにできない、この辺に強くなると書き英語も強くなるし読択も強くなる。Toward を好んで、Toward 自体は何々に向かってって意味なんだけど、それを好んで使うケースがあるんですね。Attitude と Trend です。Trend、傾向、速い。で、じゃあ何に対する態度なのか、考え方なのか、Childhood and Youth、児童期や青年期でいいです。ね。っていうようなところで、後で出てきてたかもしれませんけれども、アドレッセンス、思春期、青年期のところのユースは特に1回。で、スタンドは、これはスタンドインではなくて、単独の動詞で、自動詞で、ある存在するのイメージです。ね、っていうようなところです。まとめると、こうやね、だから。ここからここが S で、色変え。こいつが V です。児童期や青年期に対する現代の考え方というのはって。で、in contrast to 以下を見て、in contrast to は、何々とは対照にで今回は考えたらいいので、ね、対比です。ほんで、これは、ビューとアティチュードは巧みな表現の入れ替えね、はい、かつての時代 earlier period、 かつての時代の若者に対する考え方とは対照的な位置にあったのですっていうような言い方です。大丈夫かな。歴史家のフィリップ・アリエスが指摘するように、このアズは様態のアズです。様で、児童期や青年期に対する現代の考え方というのは、かつての時代の若者の考え方とは対照的な位置にあったというような言い方で OK です。はい。で、Alias has noted that many Europeans in the Middle Ages did not know when they were old or how old they were。すごい世界だったんで、中世は。なかなかね、世界史とか撮ってることとかは、すっかり今頃ね、もしかしたら世界史復習で中世でやってるかもしれないですけれども、アリエスがノーティっていう何々を記す、示すです。ノートの意味でいいです。ざっと以下を記すが作られた。すごい内容のこと書いてあります。In the Middle Ages はおじさんじゃないからね、中世だから。中世の多くのヨーロ
パ人は did not know 知らない、何を知らないのって言ったら、 that の中のこの部分のね、目的語は when 以下のところ2つ連なってますけれども、 when they were born or how old they were、 自分がいつ生まれて自分が何歳かを中世の多くのヨーロッパ人は知らなかった。シャーンもう文字読めんし、ね、文化伝承という感覚ないし、でその後すごいことも言ってます。 The idea that learn becomes an adult、 英文読むときは必ずいきなり出てきた one は人、もうこれ絶対いきなり出てきた one は人ね、指示語があったらいいんだけども、なかったらもう人です。人が大人になるという概念、これ同格のざっと、同格のざっとで一緒、同格はあんましかどうやらないか、同格のざっとです。はい、で、すいません、ここまで取った方がいいね。 One becomes an adult when one turns a certain age。 Certain は限定、名詞の直前にあることを限定っていうんですけども、限定の形容詞の場合は一定のとか特定のという訳になるんで、何でもかんでも確かに確かにと訳さないよ。人が特定の年齢になった時に大人になるという概念が存在してなかった。中世やばいんで、あの歴史上の2つの暗黒時代のうちの1つで、資料が存在しない紀元前の時代の暗黒時代と、もう1つ本当に人としての尊厳がほとんどないキリスト教だけの時代の暗黒時代がこの中世です。はい、なので、ね、大人になるという概念がない。 First difference between childhood and adulthood was not clear。いいですね、先やってしまいます。ほぼ正解言ったようなもんですけども、これは覚えておいて、 not clear の言い換えを英語ではこれでできます。はい、発音気をつけてね、バギューって言わないでね、ベイブね、 not clear の言い換えがベイブ、これめちゃくちゃ使いやすいんで、ぜひ、はい、ちょこちょこあります。 not clear の言い換えがベイブです。ベイブね、発音気をつけてね、バギューって言わないで、バギュー。はい、なのでもうほぼ答えを言ってしまったようなものですが、一応第一パラワーク読み終わって何にしましょうか。はい、自動機と、失礼、自動機と青年期の、あ、違う、ね、自動機と青年期の間の違いは、ね、曖昧で、だ、曖昧だです。And children were often treated in the same way as adults。子供はしばし大人と同じような方法で扱われる。In medieval France、 これは medieval は形容詞で中世のです。中世フランスにおいては few children went to school、 わずかな子供しか、いいかい、ここ few になってるからね、あついてないからね、こういうとこちゃんともうすぐパッと見れるようにね、あついてないから否定だよ、わずかな子供しか学校に行かず、 and 6-year old worked in the fields alongside their elders。フィールドはこれの場合はもう完全に今回はおそらく畑ね。エルダーズは大人たち、大人たちと並んで畑で農作業を6歳児がしていたのです。こんな状態です。多分予想もそろそろついてますけれども、そもそも学校とかないんで年齢を分かる必要がないんだわ。生まれる、働ける、働くがなんかね、農作業ができる年になったら働く、でそのまま一定の年齢になったら隣町の女の子か、まあね、近くにいる女の子と男の子と結婚して同じようなことをずっと繰り返す、こんなことを数百年繰り返してたじゃないですか、終戦って。 Alice even suggests that the concept of childhood itself did not exist in the middle ages。 アリエスは自動機というコンセプト、概念ね、概念そのもの、イトセルフなんていうのは強調したい単語の後ろについてこのようにね、名詞を反復して強調します、再起代名詞ってやつね。
子供時代それ自身と概念そのものが中世では存在していなかったとさえ考えている。ということでこの英文においてはまずね、中世っていう時代の子供という概念とか子供と大人の端境が曖昧だったっていうところから入ります。で、回答半分言っちゃったようなもんなんですけれども、こちら1番のところじゃあただ一応出しておきますけれども、 The Hispanian Alias Arius Dirt in the Middle Ages 以下で、はい、まあそうですね、こちらに説明があるように、ね、People had only a vague idea of age。 これね、ここのところが今回は弱行しておきますが Not clear です。曖昧、はい、曖昧、年齢に関する考えは曖昧な考えしか持っていなかったの3番目、ね、正解です。まあ他はそこまで難しくないかなっていうのがこうです。はい、ここまで大丈夫でしょうか。で、次第2パラグラフなんですけど、ちょっと世界史寄りですね、この文章ね。日本史勢ってかわいそうなのに日本史寄りな文章って全然出てこないですよね、英語って、そりゃそうやわな、日本やしなっていうところで。まあ、世界史はこういう時は意外と便利だったりしますが、昔大阪大学が江戸幕府の英文出したことありましたけど、はい、まああれはすごかったですが、はい、まあすいません、話はおさておき。で、英語のね、こういう面白いね、言い換えは押さえておいたらいいよ。最初にここ引いたじゃん。attitude, views ときて、concept ときて、perception ときたわ。だこれがとにかく、俺がよく言う言い換えってやつね。英語は同じ単語絶対使わないから、まあそれぞれちょっとね、ニュアンスとか違うけれども、認識の意味合いが強いとか、漠然とした要素が強いとか、あのね、人の視点が強いとかあるけれども、こうやって言い換え、考え方、考え方、考え、考え方、考え方。特にここはね、modern attitude とか modern perception。認知の意味合いが強いけれども、まあ、認識と訳しますが、やっぱり広い意味で考え方じゃないですか。こういうふうに英単語って言い換えるところを、なんとなく、ああって感じれるといいね。では、どのようにして、How did modern perception of childhood and youth 児童期や青年期っていう考え方、認識が発達していったのでしょうか。まあ、今半分も言ってしまったようなところもあるんですけれども、はい、実はね、文明の発達とか、あとはね、学校の存在なんで、そのあたりを今から話していきます。Very important factor was the loss of trade and the rise of merchandise as happened in Renaissance Italy. 出た。イタリアルネサンス期。これはルネサンスね。もうそのままってやつね。Renaissance。はい、ルネサンスのイタリア Merchant 商人のだから、これはね Merchant Cities で商業都市だわ。これはある程度この括りで言ってもいいと思う。 Merchant は商人の、もしくは、商業ので、 Trade は貿易の成長。これは普通に一つのでいいからね。 Very important factor、 一つの重要な要素は貿易の成長と、はい、イタリアのルネサンスに起こったような商業都市の台頭ですというようなところです。では次、 The importance of providing the young with the skills necessary for trade was recognized by cities like Venice and Florence, which set up schools to teach reading, writing and mathematics。 はい、 Provide A with B、 大丈夫やね。A with B、 A B を与える、頼みます、はい、逆だったらフォアでしたね、そこはしっかり自分で思い出して。で、まずこれ面白いことしてるんですよ。じゃあ名詞が先生つながってますねっつって、こう見えるでしょ。これね、覚えといてね、 Necessary は高知就職していい形容詞。あ、本当だ。こういうとこにね着目できるとね面白くなる。貿易のために必要な技術、形容詞ってほとんどが
ね、こう名詞の直前につくんですけど、中には後置修飾していいなって、とりあえず necessary と important を押さえといたらいいわ。後置修飾してもいいって言ったら、 important もそこまで出てこないですよね。で、昔ね、多分3年半の春季講習ぐらいで行ったのが、これは教えたことあるわ。この辺空いてるから書くか。利用できる情報、これはね、後置修飾でやるとかっこいいです。利用できる情報は available information じゃなくて、information available でやります。この括りで考える、後置修飾だわ。これね、結構覚えておくとかっこいいです。で、全然これで、ね、名詞の塊になるってことね。これで一つの名詞を求めます。利用できる情報、 information available、 並び替えでマレーにあったりするので気をつけてください。少ないよ、ほとんど稀なんだけれども、ネセサリーはただよくあるので、まあ大体後ろにこうやってね、前置詞プラス名詞がついた時は多いですけどもね。さあまとめましょうか。はい、若者に対して貿易に必要となる技術を与える重要性がどんなところでレコグナイズと認識されたんでしょうか。 by 以下です。 first is like Venice and Florenceベネツィア、水の都、ね、ディズニーのベネチアンゴンドラでイメージしてもいいです。フローレンス、フィレンツェが商業都市なんだよね、先ほど出てきたこの商業都市のところの言い換えですね。具体化ってやつですね。こういうのがベネチアやフィレンツェのような都市によって認知され始め、で、これは固有名詞を用いた非制限用法なので、まあ安堵があるイメージでいいです。そしてベネチアやフィレンツェのような都市で、出た、絶対覚えてね、セットアップは何々を立ち上げるね。 Schools to teach reading, writing and mathematics、読み書き数学を教えるための学校を立ち上げるようになった。そうなんです。商業って学びがいるんですよ。必ず商業は学んでないと無理です。なまじある程度の計算もいるし、ね、で、商品の名前とか覚えないといけないし、なんならちょっとね、扱いで丁寧なもの、ガラスは割れやすいとか当たり前だけ覚えないといけないんだよね。ただ本当にこの時代の人たちアホだから、そういうこともまるでわからない、ね、このあと工業の時代入るからもっと必要です。工業はだって死ぬ可能性あるわね。 あ間違えた、混ぜちゃった、バーンだから、勉強って大事なのです。で、ここからです。 As European nation states 出た、 Emerge はそろそろ慣れてね。 Emerge は出現するという自動詞です。 Emerge 出現する。In the 70th centuries で、まあこれは普通に時でやればいいんですけれども、ヨーロッパのネーションステイツ、ちょっと生きって言うと主権国家って言い方です。世界仕様になりますけどね。要するにきちんと行政が整った国です。ヨーロッパの主権国家が17世紀に出現すると、The need for government officials expanded. はい、絶対押さえよう。オフィシャルは S 付きで役人です。S 付き役人です。S 付きで役人。S いるよ。S いるからね。あの、場合によっては D ついても大丈夫です。D ってついても大丈夫です。はい。ついても使ってもどちらでも大丈夫です。まあ今回は government ここにあるので使わないです。政府の役人の必要性が広がっていった。はい、っていうようなところです。はい、だから今度、商業が、ね、促進されて、世の中の経済が発展すると、税金集めたりするでしょ。うん。あと、ルール作らないといけないじゃん。
違法な取引しちゃダメでしょ。そういう時に頭のいい連中が役人でいるんだ。だから学校必要で、そしてここです。来ました。はい、今回の例文ここに入りたいと思います。まずね、これなんですけれどもね、見てきますか、見てきますか、ちょっと一回上げましてね。はい、この今回の長文に役の部分に線を引いた意味は、主語と動詞の決定、動詞に準じた単語が多い、 studied、 created、 meet、 3つあるんですけれども、まあ、meet にはならんな、こうやってね。で、ちょっとここが悩ましいんだよね。 create が悩ましい、うん。ただ、もしクリエイトになっちゃうと、格が若者だから、若者が作られたクリエイティットってなるけど、さすがにちょっと想像するの意味のクリエイトを人間の想像っていうので作ることはできない。クリエイティブパーソンとかは言えるけどね、もちろん。だから人間が作られたは格がおかしいから、はい、今回の場合はYoung people の主語を形容詞で使ってね、studied があって、あとは後ろから全部で、created は文がしっかり読めたら、はい、作られた学校とできます。アカデミーは今回学校でいいです、普通に。学校の言い方で、あの別にアカデミーとカタカナで書いてもまあそこまでかな。今回は文章がちゃんとこういう風に、見れてたらいいです。で、こっからポイントです。実はね、これ覚えてほしいんですけれども、前回俺さ、こんなん言ったの覚えてない？ A number of ニョロニョロは多くのっていう言い方で、数ってね、ザつかないと無理だわ。こんなんやってたじゃん、俺覚えてない、先週ほら難産のやつでさ、こうでしょ、こうでしょ、ついつい見ると数ってやっちゃうんだけど、数の時はザじゃないと無理。人々の数ってね。で、あの時の説明は、アプラス名詞プラスオフはだいたい形容詞の役割になりますっていうふうに言ったかと思いますけど、今回みたいなのを似たような様相があって、で、ただまあある程度構文で覚えちゃってもいいんだけれども、実は形容詞プラス numbers of複数名詞の形を取ると、はい、多くの、はい、ニョロニョロっていう風な言い方になって、ただ形容詞の要素を入れるから、increasing は、ますますもしくは、ますます多くのなので、ますますもしくは、ますます増加するなので、はい、まあ、ますます増加する多くの、ちょっとしつこいので、ますます多くの若者がっていう風な言い方をしてもらったらいいと思います。ちょっとここがね。で、あと、これしっかりね、meet は demand とか需要だったら大丈夫だと思うけど、何々を満たすです。会うと書いたらもうダメです。それ多分この時期では大丈夫かなと思うんですけど、会うは絶対やめてください。需要は満たすです。ミートは会うはもう限定です。はい、お願いします。ますます多くの若者が、この需要を満たすために作られた多くの学校で勉強した。あ、なるです。
ディマンドね。ディマンド。ディマンドの場合のミート。あとニード。ディマンドとニードね。この辺。この辺が目的語でとったら満たすで決定です。やっぱ。これも絶対。主語と動詞を何で取ってるかが関係ないから変なところ to 不定詞がやっぱクリエイティブと前にかかっているのでそこを簡単なように見えて、すごい簡単なように見えて、仕事同士の結果が難しい。スタディとかの普通に完璧なイメージしてそのそうそう、資格じゃなくて、フースタディという意味をフルに省略したかなと思って。あいや、まあそのフーの省略は、ザットの形で、まあ、ザットでとっての省略。うん、はいはいはい、はい、じゃあ若者が作ったになってクリエイトは自動詞もあるかもしれないけれどもさすがに若者が何が作ったやらってことだからできないかな。できた、できました。挨拶あまあ、落ちてはいいけど、まあ、満たすっていう言葉を使った方が分かってるからですよ。これもうパターンなんで、ミートが満たす。それはもう、なんか受験の箱のような感じ。それも結局言った通り、まあ、多分、出会うとは言ってないから大丈夫なんですけど、もう受験の箱庭で、もう、ディマンドかニード来たら、満たすって書くっていう風になってるから、それを用意しよう。だからあこれはインで取ってない。ただスタディのでスタディは自動詞で勉強するいけるから多くの学校の中でっていうのは考えられます。学校の中で勉強したっていう意味で取ってます。はい。です。で、まあいろいろ話もあったように、ここから学校広まります。The trend towards あトレンド出てきたね。たまたまこの見てなかった。だからこういう風な感じで使います。trend towards ね。ぜひぜひありがてえ、こっちで展開すれば、ね、アティチュードとトレンドです、大体。And more education continued into the 18th century。はい、ね、教育に向けられた、教育をより進める、ね、この傾向が18世紀まで続くと。By late 18th century, most children were going to school。18世紀の終わり頃には、多くの友達が学校に行くようになって、and spending more time apart from adults 大人から離れてね最後の apart from は離れてですで多くの時間を過ごすようになったということで君らはもう慣れてますけれども学校って絶対先生生徒っていうどうしても、ね、あの年齢を感じさせる関係性が出来上がるのでそういったところから子供っていう認識も強まった子供たちだけで過ごす時間が増えたから子供という意識が強まったと考えましょう。結構有名な問題です。倫理とかでもこういう考え方よくあるんでね。ってなところです。はい。で、まあ問題の方はね、ありがたいことにちょっとね、やりやすかったかな、4択の方は。paragraph to suggest that ってなところですけれども。はい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 。で、出た、リザルトイン使ってますよね。これもね、ポロッと言ったことありますけれども、リザルトインが先に原因が来て、後ろに結果が来ます。もう数ヶ月したら、これまとめた時に渡します、はい。貿易の成長というものにより、教育
を重視する、まあ、重視するモラルエデュケーションという推論教育を重視する必要性というのが、に至ったよというので2番が正解です。はい、っていうところかな。まあ、3番は典型的なマイナス5を隠したら正解になるやつで、こうやったら不正解なんでってやつです。質問者がよく作るパターンですね、っていうようなところで、一応なので、まあまあ皆さんこの時期っていうのは